スタートしました。エイカイ・マッケンロが少しタイミングが合わなかったか、出てから1番ネイチャーシップも後方です。まずはサット4番ミズリーナ、内立ちに寄せて先頭に立ちました。10番ブルーゲートが追って2番手、11番エクランドール、今日は3番手につけて2番手に合わせていきます。6番キャルレイ、8番ドリームインパクト、ゴールの前を通過。9番エイカイ・マッケンロも中段まで巻き返しています。7番オーオーユニコーン、3番エクセレントタイムが続いて、後ろは2番のシーグラス、5番ダノンターキッシュ、最後方離れて1番ネイチャーシップです。1、2コーナー中間、先手は4番のミズリーナです。リードは1馬身半から2馬身、ペースが落ち着きそうです。10番ブルーゲートが2番手、2コーナー3番手外、11番エクランドール、内首差で合わせる6番のキャルレイが3番手のインコース、まもなく向こう上面です。2馬身差の5番手が8番ドリームインパクト、その後インコース7番のホーオーユニコーン、外9番エイカイマッケンロ、向こう上面に入って、この2頭の1馬身後ろ3番エクセレントタイムです。あとは後ろから3頭目になりました、2番のシーグラス。スタートしての 1000m 1分2秒7ゆったりしたペースで、ここで2番のシーグラスが後方からぐーんと上がっていきました。現在後ろから2頭目は5番のダノンターキッシュ、最後方離れて1番のネイチャーシップです。残り1200を切ってレースは後半戦です。3コーナーのカーブに差し掛かります。先頭入れ替わりました。8番のドリームインパクトが先頭で3コーナー回っていきます。2番手が4番のミズリーナ、残り 1000m 切りました。10番ブルーゲートが単独2番手に上がりそう。さらには2番のシーグラス、3番手まで上がって3、4コーナー中間、現在5番手になりました、11番エクランドール。この直後外へ合わせる9番エイカイ・マッケンロです。3、4コーナー中間、8番ドリームインパクト、3コーナー先頭から押し切りました。差を詰めた6番キャルレイ、3番エクセレントタイムは2着争いです。